どうも、フィッシャーズシルクです。個人チャンネルロードシルクへようこそ。ということでですね、ちょっと今ですね、クソ眠いです。今ここでちょっとね、寝てたんですよ。で、寝て、今、起きてですね、僕の眼下にはこれが広がってました。広がってましたもん、噛むぐらいだよ。タイムゲイザーです。むっちゃ楽しみだった、これ。けど、ちょっと今日ね、大変だったんで、疲れてますが、これだけ開けたいと、その思いで、起きてます。今回ですね、この、ポケモン最新弾タイムゲイザー開けていきたいと思います。この間はスペースジャグラーを開けました。その結果ですね、鬼の神引きだったと。今回このタイムゲイザー7箱あります。で、今日はですね、これ一箱一箱ゆっくり開けるとかもなしにガンガン開けていきます。スペースジャグラーの方をね、ぜひとも皆さん見てみてください。いや、もう相当当たりたいものは当たったんで。ちなみにですね、まあ、ざっくり言うと、オリジンパルキア V スターの、UR、オリジンパルキア V の、スペシャルアートの SR、貝、SR、HR、目玉と言われてるやつはほとんど全部ぶち当てました。若干ね、残念だなっていうのはね、ダブルターボの SR じゃねえや、UR か。あれが引けなかったのがちょっと残念なんですけど、まああれはね、当てるまで正直ボックス買い続けます。今回はこのタイムゲイザー、オリジンパルキアの対となるような形でね、出たタイムゲイザー、オリジンディアルガの出る、最新弾でございます。今回のこのタイムゲイザーで僕が欲しいもの、実はですね、僕適当に買ったパックから石が出たんですよ。石の SR がもうね、出て、僕持ってます、もうすでに。なので、ここで僕が欲しいのは、4つね、欲しいのがあります。トレッキングシューズの UR、頂への雪道の UR、オリジンパルキア V スター、ナタネの活気です。さて、それではね、今からこのタイムゲイザーバンバン開けていきたいと思います。神引き神引き神引き、よし、それではタイムゲイザー開けていきたいと思います。こちらがね、まあ噂のタイムゲイザーでございます。それでは7箱開けていきたいと思います。皆さんもね、結果が知りたいと思うので、結果お見せします。それではどうぞ。1箱目いきます。開けましょう。ジョーン、ジョーンってやばいな、効果音。よし、よいしょ、オッケー。それではね、ワンボックス目開けます。では、見ていきたいと思います。せーの、日の嵐。トレッキングシューズ、これね、強いよな。自分の山札を上から1枚見て、そのカードを手札に加える、またはそのカードをトラッシュし、自分の山札を1枚引くと。これ強いよな、トレッキングシューズ。これも4枚ぐらい欲しいですね。おおー、来たねー、オリジンディアルガ V スター。今回のね、目玉ポケモンでございます。こちら、オリジンディアルガ V から進化して1エネで打てる、メタルブラスト、このポケモンについている鋼エネルギーの数 ×40 ダメージを追加で乗せると。これもね、結構使いやすく打てる技ですね。そして、ね、この下の V スターパワー、これがバグってんだよ。これめちゃくちゃ面白いんだよね、この効果。スタークロノス220与えて、鋼が4つに、無色エネルギーが1個と。この番が終わったらもう1回自分の番を始める。やばすぎるよね、ずっと俺のターンカードでございます。ちょっとまあオリジンディアルがね、組もうかなとはあんまり思ってなかったんですけど、ちょっとこうやって実際に見てしまうと組みたくなるね、デッキ。これちょっとね、夢あって、まあ、使ってみたいなと思っております。オリジンディアルが V スター、UR 当たったら嬉しいね。はいと。お、ニョロトの可愛いシュリエン、スワンナ、ヒスイガーディ。俺、来たー、これも欲しかった。レントラ V、これなかなかね、強いんよ。相手の手札を見て、その中からトレーナーズを1枚選び、トラッシュするっていう、このスナイプファングっていうね、ちょっと足止めカードみたいな。こいつね、210なんで、これ220だったらむちゃくちゃ優秀だったんだけど、まあでも強いね。これの SR もね、まあ、もし当たればいいなと、思ってます。まあでもね、基本的には僕が狙ってんのはね、UR 軍団なんで。逃げ根1なんだよな、こいつ。なかなか優秀なんだよな。メガヤンマ、オシガリス、イトマル、ラックライ、翡翠ウォーグル、メガヤンマ、翡翠ガーディ。翡翠ガーディ可愛いな、これ。防御姿勢、コインを1回投げ、表なら次の相手の番、このポケモンのはダメージを受けない。おい、やるな。謎の化石、フタチマル、レジエレキ、リーフィア、ホイル、クスネ、フワンテ、レジギガス。これも面白そうだよな。レジデッキもちょっと組みたい。古代の英知、自分の場にレジロック、レジアイス、レジスチル、レジエレキ、レジドラゴンがいるなら、この自分の番に1回使えると。自分のトラッシュからエネルギーを3枚まで選び、自分のポケモン1匹につけるっていう。下のね、無色エネルギー5個で打てるギガントブレイク、150プラス。
相手のバトルポケモンがポケモン VMAX なら150ダメージ追加だと一気に300っていう。これもおもろいよな。お、ナタネの活気、ノーマルですね。これの僕はね、SR が欲しいと。自分の山札を2枚引く。その後、自分の手札から草エネルギーを2枚選び、ベンチポケモン1匹につけると。これはいいね。SR、可愛くて強い。使いたいですね。持っておきたい。よいしょ。スワンナ、翡翠大剣器。自分の前に、自分の手札を1枚トラッシュするなら、1回使える。自分の山札を3枚引く。面白い。入れ替えカート。あ、これもなかなかね、いいよね。自分のバトル場の種ポケモンをベンチポケモンと入れ替える。その後、ベンチを入れ替えたポケモンの HP を30回復すると。これもなかなか面白い。さあ、見ていこう。どんどん行こう。ベリーラ。ん?ペリーラか。ペリーラ。自分の手札が相手の手札の枚数より1枚多くなるように山札を引く。うわー、微妙。うん。ありがとうす。シェイミ。コジョフ、コイル、クチート。おー、セキ。いいねー。席のね、レアが出ました。R。さて、どんどん行こう。お、ジラーチ。バトル場にいる学習装置、ポケモン版みたいな感じですね。自分の種ポケモンのポケモン V が相手のポケモンから技をダメージを受けて、気絶するたび1回使える。気絶したポケモンについている基本エネルギーを1枚選び、自分の別のポケモンに付け替えると。切り刻ん。落雷。翡翠ガーディ。ナタネの活気。翡翠爆風ね。うん。かわいい、これイラストかわいい。コアルヒ水かけ、イラストめっちゃかわいくない？これおもちゃ。よし、シェイミー、レジスチレ、速記。さあ、出るか。お、なんかいる。お、怪し渋いですね。フロンティアロード。自分の番にこのポケモンがベンチからバトル場に出た時1回使える。自分の番のポケモンについているエネルギーを好きなだけ選び、このポケモンに付け替える。バリアーラッシュ 40×、 このポケモンについているエネルギーの数 ×40 ダメージ。おお、すごいね。急に飛んでくるパンチって感じだね。怪しい渋い。220じゃん HP。 優秀。欲張りっす。ジバコイル。お、大口の沼。これもね、なかなか、まあいいスタジアムだよね。 お互いのプレイヤーはそれぞれ手札から種ポケモンをベンチに出すたびに、そのポケモンにダメ感を2個乗せると。二つ丸。あ、怪力 V。 怪力 V ね。怪力 V は今回 VMAX が出てるんですけどね、そんなに僕は使う気全くないので、ちょっと、以後ね、あんまり出てきてもらっても困ります。さあ、おお、来た。これは欲しかった。シスイドレディア V。 これ欲しかった。舞い踊る。自分の手札を6枚になるように山札を引くと。これ強いよね、普通に。リーフステップ130。これもね、 V スターがいますね、今回。さあ、ガンガン見ていこう。あー、絶対怪力だ。ほら、やっ、もう怪力 VMAX。 怪力 VMAX、HP330 のリベンジマスター。自分のポケモン、ベンチポケモンにダメ感が乗っているなら140ダメージ追加と。巨大進撃。次の自分の番、このポケモンは巨大進撃が使えない。240。ちょっとならゲンガー使いたいな。さあ、ラムパルド。トレッキングシューズ、トレッキングシューズ。お、いいね。トレッキングシューズ結構出るわ。ラッキークレセリア。お、ナタネの活気の HR。 HR です、ナタネの活気。おお、まあまあ、でも嬉しい。普通に全然嬉しいけど、 SR だったらよかったな。まあ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 、うわ、でも当たりよ。全然いいよ、ナタネの活気。これ何枚出てもいいから。やったね、 HR 出た。で、まあ最初はこんな感じですね。はい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 。ワンボックス目こんな感じでしたね。ちょっとオリジンディアルガの V が出なかったな。ちょっとそこは残念ですが、この辺はね、結構欲しかったんでね。うん、やったね。ナタネの活気の HR か。SR 引きたかったけど、まあ次でちょっと引けるように頑張りましょう。2ボックス目引きます。それではね、ガンガン開けていきたいと思います。2ボックス目見ていきましょう。コアルヒーからスタートでございます。あれだな、ディアルガのあれとか欲しいかも。オリジンディアルガ V のスペシャルアートとか欲しいね。お、オリジンディアルガ V スター。なんかこのスタートってことはもしや。おお、来た。こちらオリジンディアルガ V ですね。 V スターの1個前でございます。メタルコーティング。自分のトラッシュから鋼エネルギーを2枚まで選び、このポケモンにつける。これ1エネで打てるけど、これ強いな普通に。時間断絶180。いや、上強い、メタルコーティング。おーおー、ジラーチの SR。 ジラーチ V の SR 入ってました。かわいい。
SR 出ちゃったけど、もしかしたら、もしかしたら UR 入ってるかも。2枚箱の可能性があってほしい。頑張れ、出るかな。ヒスイドレディア、 V スターでもなく普通のか。ニエネで打てる竜巻ルッツ、相手のポケモン全員にそれぞれ20ダメージ、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。おお、優秀。怪力 VMAX マジでやめてほしい。あー、怪力 V で終わりと。うーわ、最後怪力 V かい。しかも腹立つの。2ボックス目こんな感じですね。まああんまりいい結果とは言えない。ここの辺がね、うん、僕としては結構嬉しいですね。リアルが V も入ってたんで。それではガンガン開けていきましょう。はい、3ボックス目、よし、開けますよ。うん、よいしょ。さあ、もういいよね、このガンガン開けていこうっていうの。もうガンガン開けていこうっていうのを7回ぐらい繰り返すのもめんどくさいから、もう無言でいきます。この辺でね、ちょっと欲しいのは1枚引きたいな。3ボックス目見ていきましょう。ゴー。お、レントラー V、 いいね、いいね、いいね。レントラーもちょっともうちょい欲しいぐらい。よいしょ。クチート、うん、この辺はなんか僕の子供の頃を思い出すポケモンがいっぱいいますね。中学の頃とか思い出す。レントラー V SR、 レントラー V の SR 来た。かわいい、かっこかわいい。うん、いいね。レントラー V の SR は欲しかったよ、普通に。え、ここから UR 出てきてくれていいよ、セッキー。おー、オリジンディアルが V ってことは V スターも出てくれるよねと。はい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 、いいね。お、お、お、怪力 VMAX、 お前、お前神々しいんだよ。お前神々しいからさ、ちょっと緊張すんだよ、お前の手前は。怪し渋い。当たりはですね、僕が欲しかったのはこの辺かな。この辺が欲しかったんで嬉しいですね。ディアルガの、またセット上下 と、レントラー V とヒスイドレディア。レントラー V のね、これいいですね。はい、4ボックス目開けましょう。4ボックス目、じゃあ見ていきましょう。いや、そろそろね、そろそろ欲しいよ、なんか。おー、オリジンディアルが V。ん？ペリーラ、いらん、ペリーラ。 HR のペリーラ出ましたね。うわー、お前か。なんかあれだな、あのスペースジャグラーで大祭とかあの辺が出た時の感じ。ペリーラの HR、 うわー、マジか。ちょっと待ってね、怖くなってきた。いや、でもドレディアの V スター出てくれればいいわ。ヒスイドレディア V、 V スター出ろ。オリジンディアルが V スター出なかったわ。嘘でしょ、マジで。ヒスイドレディア V スター全然出ないんけど。4箱目こんな感じです。まあね、オリジンディアルが V スターはいいとして、うん、まあ V も OK。ヒスイドレディア V スターがなぜか出ない。そしてペリーラ、うん、まあむちゃくちゃいらないってわけじゃないよ。それはね、やっぱ HR なんでね、嬉しいは嬉しいんですけど、まあやっぱり出てほしいのといったら、まあ UR なんだよな。やばいな、スペースジャグラーにちょっと運全部吸われてる可能性ある。5ボックス目ですね。うわー、結構怖くなってきた。そろそろ引きたい、何か UR でも、うん、スペシャルアートでもなんか引きたい。これ俺大爆死だったらさ、逆にさ、おもろくない？こないだあんだけの当たり引いたのにさ、次打って変わって大爆死だったら、もうなんか、ドンマイとしか言いようがないよね。5ボックス目、見ていきましょう。おー、オリジンであるが、いいね。いいよ、セキ。いやー、なに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 、翡翠大剣気。お、ペリーラ、もういい、やめてー。ペリーラやめて、ペリーラマジでやめてくれ。
そんな大口を開けて笑わないでおくれ。ベリーラはちょっといらないんだよ俺。やばい、怪力 VMAX やばい。ちょっと待って、翡翠のドレディアは来い。翡翠ドレディア V スターは来い。あー、来た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 、よかったよ。翡翠ドレディア V スター出た、よかった。危ねー、うん、これ強いんよ。キャメルスピン、草エネ2に無色エネルギー1で、望むならこのポケモンについてのエネルギーを1個選び手札に戻す、その場合100ダメージを追加と。強いよね。で、 V スターパワーはこれスターパフューム、自分の番に使える自分の山札から草ポケモンと草エネルギーを合計5枚まで選び、相手に見せて手札に加える、そして山札を切る。5枚だよ、5枚まで選べんの、やばいよね。すごすぎるよねこれ。ちょっとこれもね、使ってデッキ作りたいなと思ってるんだけど、いや、まあどうだろう、作るか分かんないけどね。いやだから結構多めに欲しいんですよ。ようやく出てくれた。ちょっとちげえな、ペリーラやめてくれマジで。もうなんか笑けてきたわペリーラ。5ボックス目こんな感じですね。この2枚がやっぱ嬉しかったかな。まああとオリジンリアルが、まあちょっとペリーラはちょっとペリーラはね、次のボックス出ないでくれお願い。ペリーラ頼むよ、これフリじゃないからね、頼むよ。いやーちょっと待って、そろそろ UR 欲しい。あと、ナタネの活気の SR が欲しい。それでは、6ボックス目、見ていきたいと思います。スワンナから始まりました。怪力 VMAX、よく出るね、君。関の SR! うわー、まあ嬉しいけど、関の SR 出ました。関はね、SR 持ってんだよね、僕。くぅー、やべえ、ナタネ出ねえかもしれねえ。くぅー、関の SR 出ました。うわー、まあ HR より SR の方が僕はね、関欲しかったんで、まあまあまあいいや。くっそー、マジか、やばいぞ。翡翠ドレディア V、 V スター、いいよ翡翠ドレディア V、 翡翠ドレディアに、リアルが、オリジンリアルが、で終わりか。あ、やばいかも。やばいかもしれん。皆さん、これやばいかも。これまずいよ。だって、俺が欲しいもの、出ねえかもしんない。いただきへの雪道か、ナタネの活気なのよ。で、ナタネの活気 SR で、いただきへの雪道 UR なの。次のボックスね、どっちも入ってるなんてことは絶対ありえんから、やったかもしんない。もうラストなんだけど、タイムゲーザー。ここででも、絶対に、俺はね、引くよ、ナタネの活気。ここで引きます。もういいや、ここまで来たらナタネの活気が引きたい。うん、もういいや、いただきへの雪道よりそっちがいい。これでペリーラ出たら、まあその瞬間にこの動画終わりますんで。出そうだなペリーラ。待って、怖くなってきた。いやでも俺は信じるわ、ここで俺はちゃんと引くっていうのを信じるわ。ここで俺引けなかったら男じゃねえ。勝負の時です。これラストなんでね。見ていきましょう。よし、行くぞ。怪しい渋い。ディアルガ V スター。ナタネ。あ、まだか。ナタネの活気来い。ナタネの活気来い。あ、席。レントラ V。これは嬉しい。カイリキーかな？オリジンディアルガ V。怖くなってきた。お願い、来い。ペリーラだけはやだ。ま、お願い。UR でもいいよ。UR、UR。翡翠ドレディア。やばいやばい。何が出る？怖い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 。ナタネの活気来い。怪力 V やめて。今いい。ナタネの活気。あ、ジラチ V。やばいやばい。何？レジギアス、お願い、ナタネの活気来い。 SR 翡翠ドレディア V スター、やばい、あの後ろに見えてるやつだ、あれだ。ナタネの活気来い。ペリーラの SR 来るな。おいペリーラ、お前の SR 来るな。お前面白ペリーラ、ペリーラの SR 来ると思った。
わ、なんかそんな気したわ。もうもうマジかよ、マジかよ、来ると思ったわお前。最後絶対ペリーラ来ると思ったわ。もう誰もが求めていたわ。頂きへの雪道も一枚も出ない。出たのはペリーラ。おいマジかよお前、おいおい、お前らの席が空いていればよ、もしかしたらな、あのいいね雪道とかさ、当たったのにクソペリーラ、ちくしょう。まあまあまあしょうがねえわ、僕スペースジャグラーあのめちゃくちゃ当たり引いたんで、まあよしにしましょう。クソふざけんなよペリーラ、おもろ。いやでもいいわペリーラ、ありがとう、あの笑いにはなった。まあ、ダブル R とかね、この辺にこうやって、まあ、トリプル R もいますけど、こんな感じで、主に欲しかったのね、この、まあ、机の上に並んでるやつなんですね。あ、ペリーラ抜いてください。はい。まあ、ナタネの活気はね、よく言えば SR でしたね。で、今回ちょっと UR がね、一枚も引けなかったっていう。まあ、しょうがねえな。こんなもんか。やっぱスペースジャグラーがうまくいきすぎてた気がするわ。オリジンディアルが V スターとオリジンディアルが V がね、あの、5枚ずつ、出たので、まあ、ここは良かったなと思います。で、席の SR が1枚とね、レントラー V の SR が結構地味に嬉しいっていう。で、まあ、ヒスイドレディア V さんをなんとかね、3枚揃ったと。で、ペリーラがなんとか3枚揃いました。くそバイバイ。まあね、あの、スペースジャグラーでは自分の運がちょっと怖いぐらいね、当たったんで、世の中ってバランス取れてますわ。あ、オリジンディアルが V まだいたわ。ごめん。6枚当たってたわ。いやー、ちょっとなー、ちょっとなーしか言えんわ。ペリーラに持ってかれたな、もう笑いも結果も全部持ってかれた、ペリーラに。ペリーラ、ペリーラ来てね、最後で SR のペリーラ出てくんの、もう完全にフラグ立ってたもんな。ペリーラの効果、自分の手札が相手の手札の枚数より1枚多くなるように山札を引くって。あー、もう微妙すぎる。はい、ということでね、これにてタイムゲイザーは終了です。いやでも、あのいずれ雪道ちょっと地引きしたいんですよ。なのでね、ちょっとまあ根気よく引いていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。くっそー、うわペリーラマジ大事に保管しよう。この動画伸びたらもう全部ペリーラのおかげって、もうコメント欄それで打って、みんなでペリーラのおかげっていう、ペリーラのおかげですね。全く関係ないところにペリーラのおかげっていうタグつけたいわ。はい、ペリーラ大事に持っとこうかな。感情の起伏が激しくなってきたわ。それでは